どうも、先生です。どうも、先生です。どうも、ハイチです。いや、来ましたね、こんな時が。知ってます、俺何も聞かされてない。ちなみに俺はあんまり分かってないから。分かってない、はい、はい、1週間前に国公立二次試験があったじゃないですか。はい、ある大学で結構面白い問題が出てたので、もう今日はそれの問題の答えを我々で勝手に考えようと、そういう企画でございます。これ本当に YouTuber がこの問題を解くべきなのではないかと思ったので持ってきたんですよ。次の、ことに対して100語であなたの意見を書きなさいと。はい、近年、YouTube というものが有名になり、若い人々がそれを行いたくなっていると。うん、あなたは YouTuber というのはグッドキャリア、まあいいキャリア、ほう、人生のキャリアの選択だと思いますか。どうかな。理由と答えを挙げて、あなたの例を述べなさいという問題の回答を、まあ、今日は作っていきたいと。結構まあ長いことやってる方だと思うので、絶対見たらまあすぐ辞める人もいると思う、うん、中で我々の方が深みのある回答が書けるんじゃないかそれを確かにおっしゃる通り。そしてこちら衣装の YouTuber、 同じく YouTuber のセンター英語当時200点満点を取り取った素晴らしいのえさんが採点官でいるということで、ここに満点の回答を出すことが最終目的なのです。なるほど。はい、ということでね、やっていきたいと思います。なんで一発ネクスト。最近これなんですよ。なるほど。じゃあまず YouTuber になることはいいことかどうか、こちらについてまず意見を出していこうか。いいとか悪いとかもそういうのじゃないよね。でもなんかあ、そのキャリアとか言ったら初期やります。あ、はい。じゃあ先陣切るやつでいいです。完全に僕いいですか。はい、そもそもね、YouTuber グッドキャリアみたいな、その何、はい、次に使えるだとか、そういう打算的な感動してる時点でダメだっつってんだ。なそれ自体を私たち好きでやってるわけ。後とか先とかないんだよ。つまりやらない方がいいということですか。つまりノー YouTuber ノーライフっていう。ノーが YouTuber なしで生活できない。そう、今好きだからやってんだって話。これでも5年やったりとかそう言ってるから結構重い。重いね。1年目じゃないですからね。1年目です。 YouTube 全く知らへん初心者じゃないから。酸いも甘いも知ってるうちだから。この回答をかけないとか、そのいいとか悪いとかって結局さ、結果論でなって立った後に決まることだと思うんですよね。本当おっしゃる通り。だから通り通り通り。ごめん、お前が今一番聞きたいだけの話よ。ごめんなさい。高得点を取れる書き方じゃん。いやお前のハードル採点しろ。なってみて、それをいいキャリアだったって言わせる努力をすればいいと思うんですよ。ああ、本当そう。自分の人生の選択を正解にするのはお前自身だと。どうですか、8年間やってきて、なってよかったと思います、うん、あ、僕もそう思ってます。お、思います思います、思います。思います、本当に思います。人生の主人公になろうと思ったら、それしかないんですよ、結局。だそのためには、やっぱり踏み出さないといけないんですよ。ハイチさんのように。そこで来る。実際でもな、YouTuber になる、ならないで世間的なものを気にする人が多分多いがゆえの問題なんかも。いや、違うね。基本的に黒歴史っていうのはあればあるほどいいです。人に話した時にどんだけ話せる話を持ってるかで、はい、人生の厚みって決まると思ってるし。なるほど、うん、それを言う時のために YouTuber やっとくっていうまであるよね。それ言いたいから将来みたいな。5年後ぐらい今のお前を笑いたいんだ。そうそう、だから俺からタイムカプセル何かあったらなんか全部後に立って役に立つから。でもそれ俺結構近い精神でやってるかも今。やっぱり白歴史を取ってるのが黒歴史なんですよ。ハイツさんの授業動画、はい、今日は授業どうしてますって言って、これが再生数5だったらこれ黒歴史になっちゃうわけですよ。確かにね。でも その積み重ねで白になっている。お前でもめっちゃいいこと言ってるでしょ。そう、俺今ちょっと衝撃受けた今。やろ、すごい今衝撃。今結構いろいろ LP 使えないから。すごい。アイさん自身は8年やっててどういうこと感じますか。でもやっぱり黒歴史ありますよね。あります、あります。それはもちろん、さっきでも授業動画投稿して再生数も1桁とかザラにあったし、はいはいはい、最初のとかクソなんですよ俺の授業と。本当は見るに耐えない授業をしてるんですけど、それが黒があって。いつぐらいなんですか、8年やってたら。多分1、2年黒歴史があるのか。3年目ぐらいから。あ、これ間違ってねえな。おー、3年ぐらいから。で、自分にとっても黒だと思ってるし、周りも黒って評価するんですよ。でもそうやって人がついてきたり結果が出ると、うん、コロッと変わるじゃないですか。だから、ね、自分の中でも白歴史になるし、周りにとっても白歴史というか。それなんでやれるんですか、逆に。2年って700日ぐらいあるじゃないですか。まあ、いつか変わると思ってるわけですよ、自分としては。白に変わるまでにやめたら黒で終わるんですよ。おー、いいこと言うね。
でもなんか花輪さんは再生数が 低かろうが高かろうが満足感を得てたんでしょ。俺はね、全然好きでした。扇風機に包丁つけてキャベツ切るのもすごい好きです。あれマジでほんまに俺その動画が上がってんのを見て安心しました。上がってる、上がってて、生きてる、生きてた、安心の証拠ね。このバカ生きてるんだよ。だから俺いつも思うんだよ、キャリアって上に積み重ねてイメージしてるわ。違う、横でもいいんだ、斜めでも。営業の方が土台の面積広い、わかる。おお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 おね、グッドキャリアって何だったの。それがもう間違いなんだ。だってなっちゃうんですよね。僕は完全燃焼っていう4文字をめちゃめちゃ大事にしてるんですよ。おお、前の会社でずっと働き続けるのと、まあ、花尾と一緒にやるってどっちで完全燃焼できるって、いやこっちやろってなってこっち来てるっていうのが辞職につながってます。おお、だから僕の中ではグッドキャリアなんですよ。いや僕あのでも将棋の動画があるんですけど、2018年に出した動画で、うん、あれめちゃめちゃ会社で言われました。若い人はね、はい、えこれやばいやろ、絶対おもろいやろ、そっちで行くんですけど、はい、ちょっと上に行くともう、はい、なんかやばいことやってるやついる。いや僕にも言わないです、バッドキャリア。ああいう人らほど年収1000万が全てだと思ってます。でもた、まあ、それが間違いとは言いませんですけど、そうそう、それが間違い、キャリアアップしてくるのも一つの道ですからね。はい、ということで各文書決まりました。はい、そう、考えるよ、まずやってみよう、精神に頑張ってますから言ってるから。ま、考えるよりもまずやってみようの心意気で頑張ってます。それ1行目、そっちで1行目。ちょっとお前ちょっと逃げる前に100個のうちの25ぐらい結構大事なのちょっと逃げる。ちょっと今出たね、議論をちょっとまとめました。はい、まずこの問題には出題ミスがあります。そもそもいいとか悪いとかではございません。グッドキャリアは一般的に測れるものではありません。つまりこの問題に一般解はないという結論でございます。おお、じゃあこれを英語にしていきますか。This question has a serious error。違う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 。ちなみにハイチさんは英語専門ではございません。本当にそう、ちょっとあのテロップで強調してください。テロップ、いやこれハイチさんのために言っとかないと。88182838789878788号。あと2号。じゃあエヴァ増やしましょう。エヴァ教育系 YouTuber の今の発言ちょっとおかしいんちゃう。じゃああの、はい、初手の文章、初手、いきます。I do my best with the space of I like this sentenceBefore I think of this topic. 私はこの文章について考える前にまず書いてみようの精神で頑張ります。果たしてこれは許される行為なのかわからない。で次、 First, this question has a serious error. 第一、この質問には重大なミスがあります。はい、 I think that whether a good career or notis not a general indicator. グッドキャリアがそうでないかというのは一般的な指標ではございません。For example, Dengan quitted his job and became a YouTuber. Dengan は仕事を辞めて YouTuber になった。However, he will never ever ever regret his choice. しかし彼は決して自分の選択に後悔はしない。After all, we can understand this career is good or bad. このキャリアがいいのか悪いのか決めることができないと。This point is perfect combustion. そのポイントとしては完全燃焼してるかどうかが大事だと。On the other hand, しかし、多くの人々は彼を負け犬、負け犬、敗北者とみなすだろう。こいつ、しばきたいな、こいつ。まあ、以上を踏まえると、この問題に答えなどないと。一番ブラックじゃん。一番かもしれない。ということで提出しますか、これで。一旦これでじゃあ、はい、じゃあこれいきますか。はい、はい、これは限定になるかわかんないんですけど、はい、Before を途中にくっつけるときにコンマはつけなくてもいいっていう。ほー、初耳だな。はい、あともう一つは、はい、ここの文章なんですけど、はい、I think that の後に否定形をつけるっていうよりかは I don't think で that 肯定文の方がやりやすい。すげえ。あー、なるほどね。ちゃんと教師してる。ちゃんと教師してる。本当にうちのチャンネル人やりません。ドレリンってこんな誘導だ
ここの文章結構でかいミスがありまして、マジ？ここの過去形が間違えてるんですよ。it は過去形も過去分詞も ed つかないか、つけるとしたら t をもう一個足す。そうなんだ。でもね、僕ドインちゃんに花を見せるためにあえてここ間違えたのをやってます。からのここはなんかいいのかっていう。それはこれはネイティブがやってんだよ。ネイティブあなたが言ってるから。じゃあ丸丸やった。マジ。あれやん。言ったもん勝ちやん。ということでこれ20点満点でどんだけ対価の引かれましたか。20点だよこれ。まず文法が5で。これ内容で。内容で引かれるのか。ここ内容で引かれるので。いやでもそれも任せよ。この意見もいいのかって調べたんです私。早稲田の英作文のコツを教えますっていうサイトがあったんですけど、どっちつかずの意見は減点になりますって書いてありました。おお、それ早稲田の話ですね。我々今新潟。それでも分かってるから。受験英語でこれ出たらこう書かへん。受験英語で出たらね。A ですか B ですかで C のことだってあるやん。まあ一応じゃあそっちの2人にも一応聞いとくけど、おっぱいとお尻だったらどっちがいいかだけ。おっぱいとお尻ですか。はい、まず太ももなんですよ。じゃあ、6。自分の10点。はい、ということで、はい、我々新潟大学の今年の自由作文の意見込みで満点と。内容に関しては我々の思い詰まってるんで。そうですね、5年経験、8年経験、足して13年のね、お互いの歴史をもとに回答を作ってますから、はい、さん、どうでしたか、これ、やってみて。これを考えたのは、すごい楽しかったので、はい、楽しかった。いや、よかったです、本当に。はい、どうでした？いや、でも確かに5年のいい整理になったと思う、これ。今日、結構、ターニングポイントだったなって。今日の逆に、新潟大学だから、そういう意味で、本当にありがとうございました。まあ、これ、一応、こういうのもあるよと思ってもらえたらいいかなと思います。ということで、今日の動画、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。